孫策と彼と共に戦う将兵らは瞬く間に江東五軍を制圧。孫吾の名は群雄割拠の世に広く知られるに至った。その後孫策は劉備らと共闘し皇帝を戦勝した袁術を討つ。破竹の勢いで進む孫策を人は誰からともなくこう呼んだ。小覇王、古の英雄覇王項羽にちなんだ名であった。それから4年、中原に力を得た曹操が河北の雄袁紹と対立。両者は関都の地で大規模な決戦を始めようとしていた。今こそ好機、孫策は曹操の背後をつくべく立ち上がる。帝を救い中原に地を得れば孫吾の勢いを遮るものはない。夕日の機会を前に孫策、周瑜、孫権、周泰の息も高まる。しかしそこには不吉なる影が忍び寄っていた。孫忠謀、この天下を新たなものとせん。しまったか。今夜は肉なしだぜ、周瑜。って、あれ周瑜、おい、ケン、周泰。ちっ、どこ行っちまったんだ。孫策、うん、五軍を制し、小覇王などとおごるか。教皇か。それと誰だ、じいさん。振り返るがいい。力でまかり通った己の道を、恨みの声、怒りの炎、渦となっていよう。貴様はそれらに飲まれ、ここで果てるのだ。おい、なんだよお前、さっきから。この森はどうしたというのか。何か
るだろう。どこまでも正義士が見つかったぞ。これ決める。どうかな。
しばらくあがいてみようかい。これでは先へ行けぬ。敵を倒し、跳ね橋を下ろされ。
を脱しよう。よし、なんとか窮地は脱したな。しかし、虚構。あの男が曹操と通じていたとはな。曹操殿の一味、波動など。ふざけよって、兄上を売るような真似をし、ならぬまじないしまで用いるとは。浮津、とか言ってたな。孫作、くそ、まじないもバカにならねえな。ケン、親父は俺に孫家を託してくれた。今度は俺がお前に孫を託す番だ。何を言うのです兄上。任せたぜ。